めっちゃ綺麗な4本入ったから見てみて。フレーム番号とエンジン番号は両方正規打刻やで。まずフレームを見てほしいねんけど、パウダーコートされててめっちゃ綺麗ねん。エンジンもオーバーホールされて塗装されてるからめっちゃ綺麗やろ。ハンドル周りやけど、ほとんど新品に変わってて、多分昔のままなのは鍵だけじゃないかな。あ、ライトも昔のままかな。フロントフォークも新品やから、オイル漏れもしてないやろ。ホイールもブレーキも新品やから、ディスクローターに傷一つないね。キャブもオーバーホールしてるから、すごく調子いいよ。後ろの足回りも全部新品です。リアフェンダーとテールももちろんピカピカやで。ちょっと分かりにくいけど、ハーネスも全部新品に変えられてるよ。チェーンケースもチェーンも全部新品に変わってるよ。タンクももちろん新品やからサビもないで。フォアといえば定番のショート缶、それは吉村です。エンジンかけるな。触るところのないぐらいの極上品やから、一回見に来てな。